エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回はトラストのクリアリングってどこを狙うと効果的、敵を見つけるための場所と手段についてとなります。トライストリンガーを使っていると敵の位置を把握し続けるのってとっても大変なことですよね。特に壁が多く潜伏がしやすいマップというのは、知らないうちに近くまで来たりして見つけることが困難なことがあります。味方の援護もしっかりしたいことを考えると、こういった時のクリアリングはしっかりしていきたいんですよね。ということで今回はトラストなりの敵を見つけるクリアリングについて次の順で紹介をしていきます。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず光栄がクリアリングをしたい理由ですが、単純に味方の生存につながるからです。まず前衛と後衛で考えた時ですが、そもそも前衛は敵との対面が多くなるため、塗りやクリアリングがおろそかになりやすいっていうのがあります。まあ、場合によってはそれ自体ができないっていうこともありえますね。ただこれは前に出れる前衛がキルを優先するからなんですよね。ですが後衛の場合、何もせずに前に出ると敵と対面したとしても負ける確率が高く、後ろから崩される原因となります。このリスクを抑えるためにも、しっかり後ろからクリアリングを行い、味方を少しでも生存しやすい状況を作ることが大事となるわけです。特にトライストリンガーであれば、局者によって壁裏や段差に対して攻撃ができます。ポイズンやメガホンで強制的にその場を退けるということもできますので、怪しいなというところは積極的に見ていきましょう。これができれば味方のデスも極力減らせれますし、味方と連携が取りやすくなるっていうのもありますね。それではどこをクリアリングするか紹介していきたいと思います。まずはマップの塗られ方を見て判断するようにしましょう。というのも、クリアリングする相手というのは見えない敵に対しての圧力となります。ということは潜伏した相手をあぶり出すことが重要になるわけですね。まあローラーとかそういうのが多いかなと思います。なので基本的にはマップを見た時に不自然な塗りの場所にメインでの攻撃やポイズンを投げるようにしましょう。潜伏している相手はそもそも火力が高い武器の可能性がありますので、近づくだけで危険です。倒そうというよりもしっかり見つけて引かせる、または味方に場所を教えるだけで十分となります。見つけてしまえば味方のデスリスクを抑えれますので、なんか変な塗りがあるなっていう時はとりあえずメインで攻撃をしてみましょう。続いては侵入口からの壁を警戒となります。先ほどの塗りに関しては平面に対してのクリアリングになります。ですがこの壁は立体的に見たクリアリングになるわけですね。先ほどの塗りのクリアリングの特徴というのは、足場に対しては強いんですが、壁に隠れた敵に対しては弱いという傾向があります。というのも壁にひっついてる可能性があるからですね。こうなった時なんですが、メインだけのクリアリングだと見逃す可能性というものがあります。そのため壁裏にひっついてる可能性のある敵も別で警戒する必要が出てくるわけです。こういった敵に対してですが、メインでの攻撃というのはかなりシビアなので、ポイズンとメガホンを使っていくっていうのがいいかなと思います。この2つであれば広範囲に索敵できますし、メガホンなら確実に見つけることが可能となります。まずはこの方法でクリアリングをするようにしてみましょう。ただスプラ3のマップは立体的で壁裏も多いので、ポイズンやメガホンを使いまくるのは正直難しいです。なのでクリアリングを多くする必要がある場合は、侵入ルートから隠れやすい壁を意識するようにしていきましょう。これを意識するだけで少ない手数でクリアリングをすることが可能となります。全ての壁裏をクリアリングするのではなく、どこを通ったら隠れやすいかという視点が大事ですね。クリアリングにおいてですが、メインとポイズンの使い分けは非常に大事です。敵の威嚇射撃をしつつクリアリングもするとなると、インクがいくらあっても足りないからですね。このインク管理を考えた上でクリアリングも効率よくするとなると、基本的にはメインで探しに行くということが重要となります。まずはメインで足場の塗りを整えることを意識していきましょう。
特に自陣の段差裏などが塗られていた場合は、近づいて塗るのではなく局舎で塗るようにしましょう。念のための警戒ですね。自陣の足場がある程度塗れれば、あとは中央のクリアリングになります。安心して自陣から攻撃はできるので、この辺りは楽なのかなと思いますね。ポイズンを使うタイミングは、壁の裏などが敵インクで濡れてた場合ですね、に投げるのがいいかなと思います。特に横に広い壁の場合はメインでクリアリングでもいいんですが、ポイズンで一気に広範囲にするのも有効かなと思います。地面はメイン、壁はポイズンで覚えておきましょう。クリアリングについて基本的なところを話しましたが、その他でも注意しておいた方がいい場所というのはあります。これは潜伏が上手い相手を攻める際の策的に使えますので、覚えておくと有利になるかなと思いますね。一つ目は侵入経路の塗り状況を見ることです。タラポで見るといいんですが、この場所は死角にもなるので警戒が必要となります。こういった場所はメインでもクリアリングが難しいので、ポイズンなどを使って通りづらくしましょう。無理やり通れば音で気づけますし、相手の動きも遅くなるので有効な方法となります。2つ目は角度のついた曲がり角に投げるということです。マンタや草屋で考えると分かりやすいかなと思います。絶対に通らないといけないルートのところで角待ちされる可能性のある場所ですね。こういったルートはクリアリングをしておくだけで焦った味方が突っ込むことが減りますので、意外と大事な場所となります。メインだと外すこともありえますので、ポイズンを投げて味方に知らせてあげましょう。3つ目は高台に対して攻撃をするということです。これはクリアリングでも基本な部分ですが、高台へのクリアリングは大事となります。チョウザメとか高い場所の場合、こちらの立ち位置によっては視界がとても悪く確認しづらくなりますよね。もしかしたら高台裏の壁に隠れていた場合もありますので、攻めれそうな雰囲気があっても警戒として投げておきましょう。自分が高台を取るにしても無駄なデスを防げますので、意外と大事なクリアリングとなります。クリアリングに関してはだいたいこんな感じになりますね。場所だとマップ別に覚える必要があるので、こんな場所という感じで覚えていきましょう。はい、ということで今回はここまでとなります。トラストのクリアリングってどこを狙うと効果的？敵を見つけるための場所と手段についてはいかがでしたでしょうか？クリアリングといっても武器によってその方法を見れる範囲というのは変わってきます。特に公営の場合はクリアリングの失敗によって味方を危険にさらすということもありますので、しっかり見つけていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。